交流を目的にしたゲートボールの大会が大竹市で開催されました。この大会は年に一度行っています。今年で26回目の開催です。日頃地域の皆さんにご支援ご協力いただいておりますので、少しでも皆さん楽しめる親睦できる場になればいいと思っております。5人1組で行うゲートボール大会、この日は大竹市内の8チームが参加し、予選リーグと決勝トーナメントで優勝を争いました。大竹市栗谷の三倉先進会は前回大会の優勝チームです。今年は2チームを編成して出場しましたが、予選リーグで対戦となりました。ちょっとくじを引いてね、はい、一緒になったから悪いなと思ったけど、でもあれなんかね、試合は試合ですから勝ちました。はい、今年も狙ってます。三井市町の中央公園で練習する三井市は第1回大会の優勝チーム。この大会ではこれまで7回優勝しています。今回は3年ぶりの優勝を目指して参加したとのことですが、初戦の結果ね、日頃地方に5日ぐらいするんですよね。今日はみんな調子が悪いです。一勝2敗ぐらい悪いってもいかないけんと思うんじゃない。参加した皆さんは時に真剣に、時に会話を交わしながらゲートボール大会を楽しんでいました。会話があるけんね、いかがですか。楽しいよ。やっぱりチームプレーとかね、ちょっとしたことで試合がひっくり返ったりするんよ、最後の最後で、そういうところ結構面白いですよ。第26回三菱レーヨンふれあいゲートボール大会、上位結果はご覧の通りとなりました。